小笠原で行われている自然木工教室に東京一押し応援事業が活用されました。世界自然遺産に登録されている小笠原、ここで自然木工教室を主催するのは東京都小笠原村父島にある株式会社小笠原エコツーリズムリゾート。小笠原の観光のワンストップサービスとして宿泊施設の運営、ガイドサービスなどを展開しています。森の中に作られた自然木工教室エリア。で、ゴンってやると、一気に。教室では観光客などを対象に伐採した外来種駆除剤を使ってボールペンを作成します。ツアーの中で、外来種駆除とかの話を散々聞くんですが、それの出口対策が小笠原でなかったので、できれば皆さん自身に関わってもらうことで、いい思い出作りになればいいなと、そんなふうに思ってスタートしました。世界自然遺産に登録された小笠原では、本来の森林生態系に戻そうと、外来植物の伐採を公共事業や民間の取り組みで行っています。最初はチェーンソーアートで大きなものを作ってみたんですけども、持ち帰ることがそもそもできないという中で、気軽に持てるサイズで、あとは帰った後にも常に触れることで思い出してもらえるということでボールペンにしました。最初はですね、ただの角材にして中に真鍮材を入れて、でそれがこう旋盤の中で回っていく中で、だんだんこう丸い形に整っていく姿っていうのが、本当にこう木から材料に変わっていく過程を見れるので、とても面白いです。自分の手に馴染む形に作った時に、お客さんの喜んだ顔っていうのは素晴らしいものがあって、外来種として敵だったものがすごく皆さんにこういい方向に働いているという点で、とても高評価だと思ってます。小笠原での思い出作りが生態系を守る取り組みにつながります。